台湾では26日から28日、3日連続で新型コロナウイルスの新規感染者が出ていません。27日、中央感染状況指揮センターの定例記者会見で、指揮官衛生福利部の陳志忠部長をはじめとした主要幹部5人は、チューリップを手に現れました。これらのチューリップはオランダ政府から寄贈されたもの。台湾がマスクを寄付したことに対し感謝を表すため、オランダのキングスデーにあたる27日に台湾にチューリップ3999輪を送ったということです。台湾で3日連続感染者が出ていないのは、3月中旬に欧米で感染し台湾で発症した感染者が急増してから初めてです。陳志忠部長は27日の記者会見で、経済部とマスクナショナルチームの努力によりマスクの品質が良く、供給量も徐々に安定しているため、国際協力の精神に基づき台湾を守り世界を助けようキャンペーンを開始すると発表しました。国民がマスク実名制販売で割り当てられた14日間9枚のマスクのうち、未購入分のマスクを寄付できるようにするキャンペーンです。全民健康保険のアプリをダウンロードし、人道支援に呼応するのボタンを押したら、政府は海外にどれほどのマスクを寄贈できるかを知ることができます。なお5月1日のメーデー3連休を控え、中央感染状況指揮センターは交通部の渋滞情報アプリ1968に、人混みの多い175箇所の混雑状況を表す機能を追加しました。赤、黄色、緑の3色を使って人数制限が行われる場所を知らせています。指揮センターはこれから対象となるスポットをさらに追加するが、国民も防護措置を十分講じるよう呼びかけています。